むちゃくちゃかっこよくないですかこれ。パラパラと天気が、なんかにわか雨が降ってますが、なぜかこんな立派なかっこいいトラクターがうちにあります。なんでやねん。なんですかこれは。クボタ M7172 プレミアム。プレミアムだよ。なんすかこれは。どうしたんですか。なんでうちにこんなのがあるんですか。なにこれ。これマフラー。でか。薪ストーブじゃないこれ。まるででか。犬と比較してください。なにこれ。油圧のシリンダーこんなでかいの。缶詰かと思った。長い。ふとっていうか、なんでうちにこんななんの。こんなの買えるわけないでしょ。あ、なんか張り紙したろな。あー、実演機でしたこれね。ということで実演機を借りてます。茶番はこのぐらいにして、はい、ということです。ちょっと乗ってみますか。いやこれ高っ。開けてみます。よいしょ。とっていうかさ、これ誰も乗ってないんじゃないこれ。まだね。だってタイヤにこれシール貼ってるよ。シールまだ畑に乗ってないんだわこれ。下ろしたてです。じゃあちょっと乗ってみますね。よいしょ。なんか長靴で乗っていいの。いいんだよねきっと。ちょっと乗ってみます。もうトリンブルの GFX750 装着済み。これは何。このでかいモニターはテレビ。違うよね。なんすかこれ。もうスイッチが多すぎ。なんかこのフロントとかアルチラバックしたりとか油圧とかはなんとなくわかるけど、これは油圧のなんかなんだね。なんかね、なんかす、なんすかこれは。いやー、まあ、いやちょっとどうする。大和君ちょっとこれね。いやなんか広いね。何このドアの大きさ。おい、なんか壁一枚がドアだね。うーわ、視界良すぎ。なんすかこれ。へー、とりあえずねこれよくわかんないんで久保田さんに聞きながら動かしてみたいと思います。いやなんか、PTO ってどれなの。これか。オートとかあるね。なんか怖くて触れないんでキーもあるんだけど入れてみる。入れてみた。説明聞いてないけど入れてみた。何が起きる。あ、なんか起きた。何かが起きてる。これシール剥がして怒られるでしょ。何かが起動してるよこれ。これ何、エンジンかけていいの。もう起動する前にかけちゃっていいんだよねきっとね。あ、なんか起動してる。はぁ、今のトラクターだ。ちょっと久保田さん来る前にエンジンかけてみるねこれね。どんなんだ。おお、何これ。なんか静か、高級感が漂ってる感があるねこれ。ちょっと残りはあれだな。ちょっと久保田さん来てからにするわ。壊したら嫌だし、俺んじゃないし、いくらするか知らんけどきっと買えないし、買ったら多分ね65までローン地獄だよこれ。何入ってるのこれ。あ、弾がいっぱい。いやいや広い。広ドアが、ドアっていうか壁が開く感じ。大和くんあれいなくなった。どうするねこんなの買ったら。え、ご主人さんこんなの買ったら、あんた、あなたの餌代払えなくなるよこれ。なんか知らんけどワクワクするね。ちょっと使わせてもらえるのは使ってみたいと思います。久保田さんの説明をお聞きして使い方ざっと分かりました。とりあえずですね作業機を取り付けたいと思います。まずはロータリーハロー使ってみたいと思いますので、後ろにはロータリーハロー、そしてフロントにはレムケン、クォーク7をつけようかなと思っております。このアドブルーは満タンにしてありますが、燃料はほぼ空ですので、燃料入れておきたいと思いますね。一応スリッパで乗りたいんでこれね勝手にドキンにしちゃいます。はい、それでは久保田さんに聞きましたので初運転したいと思います。おー、なんかこうやっぱりこういいね、エンジン音が静か、スムーズにスーッとかかる感じです。よし、まずは何するかったら、何しましょう。後ろにニプロの、まずはロータリーハローつけてみますか。まずはね前進後進から FRC の1。あ、動く。あ、サイドブレーキかかってんだな。これでおー動きました。おー静か。いやなんかすっごい眺めいいんですけど。はい、でバックで、なんだっけ、なんかねこのレバー、このレバーがねピッピッと下げると A とか B とか C とかで、これを押すとなんかね右側にレバーあるんです。これでねスイスイスイっといけるの。あ、なんかスムーズね。で油圧はなんだっけ。あ、これだ。下がった下がった。はい、おお、なんかねプレ止めがね非常に面白いんです。これちょっと見てみますか。これね私全然知らなかったんですけど、今のプレ止めこんなのついてるんですよね。これね一体何なんですかっつったら、これね普段上げておいて、あの油圧を上げたらこれがロックされてプラプラプラっとこう触れなくなる、そういう風になってるようです。これ下げたままにしとくとガチガチのまんま作業しちゃうんですけど、こうやって油圧を下げた状態の時にはこうやって上げておいて、こうやって伸びるんですよねここがね、シュッシュッと。なんかすごくこれいいみたいです。それでですねこの触れ止め、まあ、こうやって伸びるんですけど、下に下がった状態の時に位置調整、これはここにロックしておいて、ここら辺にピン止めて油圧上がった場所でこう引っかかるようにしておけばいいらしくて、これをこう回して伸ばしたりすると、ここ、今までこうやって足で押さえたりしたものを自分の好きな位置に固定できるんですねこれね。ですからワンタッチでガチャッと入ってくれるという仕組みなんですね。なんかすごいねこれね。こうやって見えます？こうやって回してここの位置を合わせておけばいいんですよ。このぐらい、これでいいかい。はい、これで押さえておけばいいってことですね。これでめでたくワンタッチで入るはず。うぅ、こわ、おー入った、入りました。取り付けたので油圧を上げてみたいと思います。なんか油圧の速さきっとあるんだろうけど、はい、ロックされます？
続いてフロント作業機をつけてみたいと思います。なんかねスムーズ、ここでなんかね後ろの油圧上限とかこうやって決めれるのね、ピッ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 と。なんせね静かだね、でかい割になんかコンパクトに感じる。はい入りましたと。はい、久保田の M7 フロント作業機とロータリーをつけたんですけど、いやーちょっとこれむちゃくちゃかっこよくないですか。これなんですか、これはもうでかいロータリーもひょいひょい持ち上げて一体全体、なんすかこの凄さ。いや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 、かっこいいよね。いやーかっこいいわ本当にね。えちょっと皆さん見てこれ。いやダメだわ、もう惚れてしまったけどね。これプレミアム172って書いてあるんですけど、確か無段変速って171でなかったかな。1馬力強いんですかね。これでっけータイヤ650-65R38、 ゴーストバスターズ見てねえやつはミシュランだね。目ん玉が好きなんだよね、これなんか見られてるみたいじゃない。ロボットみたいな、ドローンみたいな、なんかさこれなんかいいんじゃないこれ。ちょっとちょっとなんで俺に貸すのこれ。いやダメだわ買えないわ。老後ってねだいたいね2000万ぐらい必要だから、まあおそらく GPS つけたら近いぐらいの金額になるようなね。老後を選ぶのかトラクターを選ぶのか、間違いなく老後でしょうね。いやはや、なんで貸してくれるんだ。いやねえ罪なことするね。借りるって言っちゃったからね、買う気もないのにさ。やばいわやばやばです。ちょっと移動してみます。移動しましょう。ハザードを止めてエンジンは鍵を回せばかかります。はいかかりました。油圧はこれだ、ほいっと上げて、もう上がってるか。フロント作業機をこれでほいっともう上がってるか。で前に行くんですけど、クラッチ踏んだ途端なんか入ったね。で F をピッと押してやる、あ違うでボタン押しながら F を押してやる、あそうこれで全部できる。これ見えます皆さん、これ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 、裏のボタンを押しながらで前に行くにはボタンを押しながら F を押す。はい、おお動き出しました。でアクセル踏んで、これをレバーをパンパンと、おお押すとどんどん行くよこれ。静かっていうかなんか乗り心地最強。おー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 、どん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 行く。これ手元ねアクセルね、うーなんかスムーズ。あーなんかこれでドライブしてもいいねどっかね。ちょっとでかすぎるけどね。あらららら、最大 E の5何キロ出るんだ。マックス34キロ、 34.6、 あこれでもうアクセル上がんないね。 34.6 キロでもうストップになるようになってますねこれ。わお素晴らしいね、これはいいよ。乗り心地最強でしょ。視界はいいしね、一定ね、まあ、一定の時はこうクラッチ踏んでブレーキ踏んではまあ普通だわな。でシフトダウンかペッ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 と D ぐらいにしとけばいいのか。あら見られてる、こんにちは、バイ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 、赤ちゃんが手振ってくれたよかわいいね、もうヒーローだよこのトラクター乗ったら。赤ちゃんからもやばい、これちょっと楽しいんすけど、なんかむっちゃくちゃ楽しいんすけどこれ。なんで貸す俺に。あやばい、老後がやばい、赤ちゃんに手振ってもらえた。かっこいいんだわ赤ちゃん見てもこれね、えすごいすごい、これは素晴らしい、スイスイだ素晴らしい。いや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 、うわおわお面白い、いいねこのピッピッピッってやるのがね。これ無段階変速ってのもいいかもしらんけど、無段階ってあれだよね、パワーロスするって言ってましたよね。いや静かね、多分これあの動画見てる皆さんも音声にうるさい音が入ってこないと思うんです。これはいいね、工藤社長みたいにいいねって感じじゃないこれ。あいいねこれ、すごいすごい、わおだね、うわこれもうかっ飛んでいきたいねこれ、わおすごい、乗り心地抜群、移動最高でね。畑入りたいんですけど、あさってから長めになる予定なんで、それ終わってからこのフロント作業機と整地あのロータリーで枝豆がね2日発種って決まってるんです。ですからちょっと待とうかなと思いまして、これまだこれから皆さんもう大体巻きも終わってるんで実演ないみたいなんで、ちょっと貸していただけそうなんで、ちょっとお借りして天気落ち着いてから作業したいと思います。はいミンク上げて、いやーいいわこれ、皆さんこれ乗ったらいい。俺他のトラクター乗ったことないんだけど、実演機とかね久保田しか知らないんだけどさ、いや俺もう全然これっていうかこれ以上のものが想像できないね。あーすごいわこれ、右手一つで全部いける。そう裏のこのなんか、うん、押しながら R とか F とかいけるんだね。で後ろ倒すとこう減速すると、いやー面白かった、早く作業してーなー。いやでもね雨前にロータリーかけちゃうとちょっとどうかなーって気がするんで、とりあえずこれちょっとこうやっていじり倒して使い方覚えたいと思います。これでニュートラルスペッと下げるとニュートラル、とりあえずこれでちょっといろいろ勉強したいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします、はい、チャンネル登録よろしくお願いします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 。